インディアナはアメリカ海軍の戦艦。サウスダコタ級戦艦の2番艦。艦名はアメリカ合衆国19番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目にあたる。インディアナは1939年11月20日にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港し、1941年11月21日にルイス・シー・ロビンズによって、 命名、浸水し、1942年4月30日に、初代艦長、A a メリル大佐の指揮下襲撃した。メイン州、カスコワンデの成長に続いて、インディアナは、パナマ運河を通過し太平洋艦隊に合流、前線に赴いた。インディアナは、ウィリス・エイリー少将率いる空母機動部隊に護衛として1942年11月28日に、加わった。 続く11ヶ月間、インディアナは、空母エンタープライズ、サラトガの護衛を行い、その後ソロモン諸島進行の支援を実施した。1943年10月21日には、真珠湾へ向かい、11月11日に、真珠湾から、ギルバート諸島進行部隊の支援のため出港した。タラワの戦いでは、激戦を繰り広げた、海兵隊への航空支援を行う空母の、 護衛任務に従事した。その後九百四十四年一月後半に二月一日のマーシャル諸島上陸に先立ち、クエゼリン干渉への砲撃を8日間行った。二月一日の夜、駆逐艦への燃料補給作業中にワシントンと衝突資源を損傷した。インディアナはマジュロ干渉で仮補修を受け、二月十三日に真珠湾に到着、本格的な修理を受けた。 インディアナは第58任務部隊に合流し4月29日30日のトラック島攻撃及び5月1日のポナペ島砲撃に参加した6月にはマリアナ諸島攻略に参加した6月13日14日にはサイパン島へ砲撃を行い15日には敵機数機を撃墜している19日20日に行われた マリアナ沖海戦では、リー少将の指揮下に入った。日本軍は4波に分かれて、アメリカ軍空母に接近したが、パイロットの多くが経験不足であり、空母艦載機及び、護衛艦,艦艇は数百機もの日本軍機を撃墜し、後にマリアナの射的遊び座、マリアナスターキーシュートと語られた。潜水艦からの効果的な支援もあり、ミッチャー中将は空母大砲。 昇格を沈めることができた。インディアナは敵機数機を撃墜し、魚雷二発の資金弾を受け足止めされたが、問題が解決すると、空母護衛任務を継続し、マリアナ海域で64日間の支援砲撃を行った。ワシントンと衝突事故を起こしたインディアナ、1944年2月13日8月には、第38.3任務軍の一部としてパラを、続いて、 フィリピンへの砲撃を行った。続いて、レーテ島進行の支援として9月12日から30日まで、艦砲射撃を行った。その後ワシントン州ブレマートンへ向かい、10月23日に到着した。12月12日に、真珠湾に到着し、インディアナは直ちに訓練の準備に入った。1945年1月10日に出港し、1月24日には、 戦艦巡洋艦部隊と共に伊洋島への砲撃を開始した。その後、インディアナは、ウルシー艦渉で第58任務部隊に加わり、2月10日に伊洋島侵攻部隊へ配属された。インディアナは、伊洋島への砲撃任務を中断し2月17日と25日に東京へ空襲を行う、三月五日にウルシー白地へ帰還し、沖縄侵攻の準備として、 呼吸を受けた。インディアナは沖縄振興のため、ウルシー白地を3月14日に出港し、6月まで沖縄及び日本本土に対する空母部隊の作戦に護衛艦として加わった。この時期日本軍は特攻機による激しい反撃を行ったが、インディアナは大きな被害を受けることはなかった。6月前半に到来した巨大台風を乗り切り、 インディアナは6月13日にフィリピンのサンペドロ湾に向かった。第38.1任務部隊の一員として、インディアナは7月1日から8月15日まで日本本土への空襲支援と沿岸の目標に対する艦砲射撃を継続した。7月14日には岩手県釜石を砲撃し、7月29日、30日には静岡県浜松、 8月9日には再び、釜石を砲撃している。東京湾には9月5日に到着し、9日後にサンフランシスコに向けて出港、9月29日に到着した。その後1946年9月11日にブレマートンで予備役となり、1年後の1947年9月11日に退役。太平洋予備役艦隊に置かれた。 1962年6月1日に除籍され、スクラップとして売却された。インディアナのマストはブルーミントンにあるインディアナ大学で記念碑として保存されている。また、怒りはホートウェインに展示されている。その他様々な遺物がインディアナ州各地の博物館や学校で展示されている。インディアナは、 第二次世界大戦の選考により9個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。